ペレスメジロザメカーキネスペレジは、メジロザメ族に属するサメの一種。西部大西洋熱帯域の珊瑚礁に分布し、特にカリブ海に多い。体は頑丈な流線型で、ドタブカクロトガリザメなどの大型メジロザメ類とよく似ているが、本種はヒレに、明瞭な模様がないこと、第二背びれの後端が短いこと、葉の形と数で区別できる。最大で3メートル。 頂点捕食者で様々な魚や、陶足類を食べる。活動的なメジロザメ類としては珍しく、海底や洞窟で休む姿が目撃されている。体制で、メスは2年ごとに4から6匹の子を産む。バハマでは、餌付けされており、エコツーリズムの対象として人気がある。食用として漁獲され、個体数が減少しており、IUCN は、保全状況を 絶滅器具としている。1876年の学術誌、ナリス・デラソジエ・ダイ・スパニョー・ラデイ・ストリア・ナチュラルにおいて、フェリペ・ポエによって、プラティペドン・ペレジの名で記載された。タイプ標本は、キューバ沿岸で捕獲された6個体である。その後、プラティペドン族は、カーキーネス族のシノニムとされた。1982年の形態系統解析では、本種は、ハビレ。 メジロザメと禁煙とされたが、1988年には、オグロメジロザメの姉妹群とされた。1992年のアロザイムによる分子系統解析では、ガラパゴスザメドタブカ汚れなどの種と禁煙だという結果が得られている。西部大西洋の熱帯域全域で見られ、ノースカロライナ州から、ブラジル北部とバミューダメキシコ湾北部、カリブ海に分布する。だが、 フロリダ・キーズより北では、非常に珍しい。サンゴ礁周辺の浅瀬を好み、ドロップオフや、ーの外縁近くで見られる。最大で378メートルから知られているが、通常は30メートル以前で見られる。大柄で流線型をしており、他の大型メジロザメ類と区別することは難しい。通常は22.5メートル程度だが、最長で3メートル。 最重で7 0ラムの記録がある。背面は暗灰色か灰褐色で、覆面は白から紅白色。体側には目立たない白い帯がある。ヒレには明瞭な模様はなく、胸びれ、腹筋の仮面と尻びれ、おひれ下端は薄黒くなる。糞はかなり短く、幅広くて丸い。微光に明瞭な全微弁はない。目は大きくて丸く、窓か膜を持つ。 片側の指列は、両角ともに十一十三。角刃の基部は幅広く、細い先頭と挙手を持つ。正面の二から四本の刃は直立し、他の刃は広角に向かうに従って徐々に斜めになる。エラ列は五体である程度長い。胸びれは、第三エラ列の下から起死する。第一背びれは高く鎌型で、胸びれ後端より少し前方から起死する。第二背びれは、 比較的大きく、尻びれの少し前方から起死し、公園に短い有利端を持つ。二基の背びれ間には、低い隆起線がある。胸びれは長くて細く、先端は尖る。川場は近接して重なり合って並び、各川場には五本の低い水平隆起が、円の巨子に続く。バハマのサンゴ礁を及ぶ、個体分布域では、豊富に見られるにもかかわらず、本種は大型メジロザメルイとして、 最も研究が進んでいない種の一つである。カリブ海のサンゴ礁の生態系で主要な役割を果たしているとみられ、夜間に活動的になる。季節的な行動の変化や回遊は記録されていない。幼体は通年同じ場所に止まる傾向があるが、生態になると行動範囲は広くなる。洞窟や海底に沈んで休息することがある。活動的なサメの中では、 この行動は初めて記録されたものである。1975年、ユージェニー・クラークは、ユカタン半島のムヘイレス島の洞窟で有名な、眠るサメを調査し、これらの個体がダイバーを目で追うことから、実際には眠っているわけではないことを明らかにした。クラークは、洞窟内に湧き上がる淡水が、寄生虫を取り除き、また、本種が、淡水による、麻薬、 的な効果を楽しんでいるのではないかと推測した。脅威にさらされると威嚇行動を行うことがある。これは短くこわばった泳ぎ方で、頻繁に向きを変えながら、1から1.2秒間胸びれを下ろす動きを繰り返す。この行動は、よく知られているオグロメジロザメほど、頻繁には行われない。容体は、イタチザメ、オメジロザメのような大型のサメに捕食される。 寄生虫についてはあまり知られていないが、その一つに、第一、背びれ公園に付着する、暗い斑点のある、ウオビルカのヒルがいる。ブラジル北部では、妖体が皆そこに横たわり、掃除魚であるハゼの一種エレイコティンス・ランデライの、クリーニングステーションを利用する。本種の周囲には、日常的に銀河メアジ族のケランクス・レイトスや、ヨロヤジ族のカーニズ・ラバーの群れが存在する。 アジ類に取り巻かれる。様々な産後症性の甲骨魚、糖足類や、マダラトビエリーバティスジマイケンシスなどのバンサイ類を食べる。もがく魚の立てる低周波音に引き寄せられる。ある2メートルのオスが、フエダイカのオジーユリスクライスリウスを捕食した時の観察では、この個体は獲物の前をゆっくりと旋回するように見せかけ、突然その頭を横に振って、 顎の端で獲物を捕まえた。幼体は、小魚、エビカニを食べる。また、胃を反転させて体外に出し、未消化物、寄生虫、粘液などを洗い流すことができる。体勢で卵黄を使い果たした体児は卵黄の王を胎盤に転換する。交尾は明らかに攻撃的に行われ、メスの体側には、髪跡や傷がよく見られる。ブラジルのフェルナンドでのローニャと、 ロカス干渉では、出産は寒気の終わりにあたる2から4月だが、南米の他の地域では、アマゾンの夏にあたる11から12月に行われる。産子数は平均で4から6、妊娠期間は1年。メスは2年ごとに妊娠する。出生時は74センチメートル以下で、オスは1.5、1.7メートル、メスは2、3メートルで、生成熟する。餌に群がる個体。通常は、 消極的で、ダイバーにも反応しないが、餌の存在下では、攻撃的になり、また大型であるため潜在的に危険だと考えられる。2008年の国際サメ被害目録は27件の攻撃を記録しており、そのうち4件は非挑発事例で、死亡例はない。分布域全域の商業漁業や地域漁業において、ハエナは、刺し網によって漁獲される。魚肉、 サメ川、寒湯、魚粉などとして利用される。コロンビアではハエナーによる水揚げ量の39%を占める最も水揚げ量の多いサメで、ヒレ、油や干渉目的にアゴなどが利用される。ベリーズでは旗や笛代化を狙った釣りにより混格され、肉は国内やメキシコグアテマラでパネデスというトルティーヤに似た食べ物の形で消費される。ヒレは アジアに輸出され、高収益を上げている。ベリーズでのサメ量は1900年代半ばに始まり、全種が急激に減少した1990年代初期に終わった。本種の肉は高濃度のメチル水銀や重金属を含む可能性がある。バハマでは餌付けされる。餌付けによってダイバーの周りにサメを引き寄せることで収益性の高いエコツイリズム産業が成立している。 バハマではこれは年間600万ドル規模に達しており、これをサメ1匹あたりにならせば1.3から4万ドルになる。この産業は論争の的となっており、反対者はサメが餌と人間を関連づけることで人が襲われる可能性が増え、餌付けに用いる餌を産後礁から採集することで生態系にダメージを与えると主張する。だが、支持者は 人々がこの産業に金を支払い、サメについての理解が深まることで保護に貢献していると主張する。これまでのところ、餌付けによる周辺海域でのサメ被害の増加の証拠はほとんどない。フロリダ沿岸では餌付けは違法だが、カリブ海の他の地域では続けられている。IUCN は保全状況を純絶滅危惧としている。ベリーズとキューバでは乱獲により減少し、 他の地域でも同様の傾向にある。珊瑚礁の破壊も脅威である。米国では本種の商業漁業は禁止されている。バハマではエコツーリズムのために保護されており、ブラジルや他の地域でも多くの海洋保護区が設定されている。だが、これらの海域すべてで違法漁業への監視が適切に行われているわけではなく、また、 本州が未だ豊富な多くの海域では保護は行われていない。ありがとうございます。